皆さんこんにちは。アトリの認知症予防動画です。一緒に楽しくゲーム感覚でやっていきましょう。今回は記憶問題です。5つの絵が出てきますので、それを40秒で覚えてください。その後にどの絵があったのか答えてもらう問題です。全部で3問あります。それでは早速やっていきましょう。第1問、下の絵を全部覚えてください。制限時間は40秒です。それではスタート。最初の問題は料理です。皆さんの好きな料理はこの中にありますか？この料理5つすべてを全部覚えてください。残り10秒です。終了です。どの絵があったでしょう。制限時間は35秒です。それではスタート。先ほどの5つの料理覚えていますか？よく思い出して選んでください。どの料理がありましたか？答え合わせです。この3つの料理がありましたね。第2問、下の絵を全部覚えてください。制限時間は40秒です。それではスタート。2問目は乗り物です。街でよく見かける車ですね。どんな場面で使われるか考えながら覚えていきましょう。残り10秒です。どの絵があったでしょう。制限時間は35秒です。それではスタート。先ほど覚えた車はどれですか？思い出してこの中から選んでください。皆さん選べましたか？終了です。答え合わせです。救急車、タクシー、郵便の車でした。第3問、下の絵を全部覚えてください。制限時間は40秒です。それではスタート。最後の問題は動物です。クマ、カピバラ、牛、レッサーパンダ、豚、この5つの動物を覚えてください。
終了です。どの絵があったでしょう。制限時間は35秒です。それではスタート。クマ、レッサーパンダ、パンダ、カバ、牛。先ほどあったのはどの動物ですか？思い出して選んでください。終了です。答え合わせです。レッサーパンダ、牛、クマ、この3つの動物でしたね。問題は以上です。今回の記憶問題はいかがでしたか？脳は使えば使うほど若返ると言われています。一緒に認知症予防をしていきましょう。アトリの認知症予防動画はいかがでしたか？頭を使えば使うほど効果があると言われています。一緒に脳トレしましょうね。チャンネル登録もよろしくお願いします。